小さい頃からかけっこが早かった岡林選手。5つ上の兄、2つ上の姉の影響から自身も小学校1年生で陸上を始めます。小学校高学年にもなると高校生に混ざって練習をするようになります。小学校6年生の時にはなんと小学生女子 100m の日本記録を更新します。岡林選手の勢いは止まらず、中学1年生ながら全中女子 200m で優勝。1年後中学2年生の全中では 100m で優勝と連覇を果たします。そして中学3年の夏、変装隊で走り幅跳び 5m81 と 100m12秒02 の2種目で大会新記録を更新。今年も岡林選手の活躍から目が離せません。お願いします。やっぱり身長ですかね。昨年の大会の時より2センチぐらい身長が伸びました。特に伸んでないです。はい、寝てたら伸びました。新しい競技に挑戦するときは最初はすごく不安なんですけど、教えてくださる人とかにたくさん教えてもらうことでその不安も飛んで、すごく楽しい気持ちになります。大会前日に、卵丼を食べることです。はい、食べます。はい、多分感じられます。日頃の練習から頑張ることです。嫌な練習でもあまりめげずに頑張ることです。ある全中の 200m の時で、あの時は下から数えた順位の方が早くて決勝に残れるだけですごかったんですけど、それ決勝に残れて1位になれたことが一番自分の中で自分を超えれたなって思いました。最後の中学校生活最後の全中になるので、自分の力を出し切って笑顔で終われるように頑張りたいと思います。来年は高校1年生でインターハイになるので、お姉ちゃんと一緒にインターハイに出場して 100m で決勝に残れるように頑張りたいと思います。一番のライバルです。はい、マイペースで何も考えてなさそうに見えるんですけど、でもやっぱりその裏では一番努力してるし、結構しっかりしてる妹だと思います。やっぱり一生懸命練習して優位に近づけるように頑張ってます。何事も全力で。やっぱり
お姉ちゃんなんで勝たないといけないですし、やっぱ勝ちたいので、はい、それがモチベーションになってます。なんか可愛いですよねなんかこうギスギスしてないというか、まあ、一生集中するとか集中して、のんびりするとかのんびりして、なんかこう自分を飾ってないっていうのがすごい魅力かなと思いますね。愛らしい。愛らしい。ここにいますけどねそれとりあえずは、まあ、今日練習見ていただいた通りそれほど厳しく詰めて結果だけ求めてやってるような練習じゃないですので、まあ、高校3年もある程度のんびりさせて、いずれその陸上嫌いにならないように、大学それから社会人として頑張ってもらいたいなと思ってます。そうですね、ちょっと夏バテですかね。暑いですから今年、できるだけ体調管理、それからあと自主的に練習をする分には全然問題ないんですけど、こちらから練習の強要っていうのはできるだけ避けたいなと思って、そのあたりとか気をつけてやってます。バクロ戦が良かったですからねありますから全中3連覇に大注目の岡林選手、今年は走り幅跳びで全中に挑みます。最後の全中楽しみながら頑張るので応援よろしくお願いします。限界突破